10秒を切っています。1番押田優希のフライングによりまして2度目の発走、スタート1秒前、11レース準決勝スタートが切られました。ハンデゼロは1番の押田がいった。10メートル線はセンターから6番の重富大輔加速をしますが、内側から突っ張れました3番の影山新、鈴木圭一郎がもう4番手まで上がってきています。若井友和も重富のインコースから刺して5番手まで上がっています。先頭は1番の押田をかわした2番の深谷の主導権です。そして間をかいくぐって鈴木圭一郎、ここは一旦待ちました。3番の影山新が2番手で上がっていきます。そして鈴木圭一郎、さらには若井友和、重富大輔も1番の押田をかわしたっています。さあこの3コーナーでは3番の影山新、素早い身のこなして2番の深谷光を捉えていきました。影山が主導権を握ります。そして外から揺さぶるのは鈴木圭一郎、若い4番手、重富大輔は5番手の位置を回っています。おお、前の2人がやり合っています。もう1回深谷、3番の影山新をやり返しました。深谷の主導権になりました。3番の影山新、さあ仕掛けの応酬になっています。やり合いになった。間をついて鈴木圭一郎、ここでうまく前の2者の間を割るように2番手に上がりまして、さらに車群を縫うようにして先頭まで駆け上がっていきました。鈴木圭一郎が先頭に上がって、さらには若井友和、3番の影山のインコース叩き込んでまいりました。残りは2周回、先頭は鈴木圭一郎です。4連勝へ視界良好の動き。2番手は若井友和、3番手では影山新、4番手にここで6番の重富大輔、2番の深谷を捕まえています。先頭は8番の鈴木圭一郎、堂々と1番人気に応えています。2番手は若井、3番手影山新の体勢で残り周ブルーフラッグを通過しました。さあ再度2番手を狙うことができるか。3番影山、アウトコースから6番の重富も迫ってきています。最後のカーブでは6番の重富が3番手に揺さぶりをかける状況になっています。先頭は鈴木圭一郎、文句なしの4連勝ゴール。2連勝男式8番7番240円、2連勝複式7と8の組220円、いずれも1番人気。3連勝男式8番7番3番1250円3番人気。